野より周一7月19日から1968年3月31日は、日本のジャーナリスト、思想家、歴史家、評論家、政治家、本名同じ。旧名義は、野より周一。筆名は不屈性。明治、大正、昭和の3つの時代にわたって活動し、雑誌、実業の世界、日刊紙、帝都日日新聞、仏教雑誌、 新州の世界等を創刊、運営した。また、右翼ジャーナリスト、言論ギャング、ブラックジャーナリズムの祖等の異名を持った。敗戦後の GHQ 検閲による没収図書は、個人では断トツであり、表の言論誌では抹殺された存在である。慶応義塾で机を並べた、石山健吉とは表と裏の関係になった。戦後の新右翼である、 小玉吉親忍宮正宝から,から死として仰がれている。1885年、五福屋を営むのより構造と、妻、手夫の次男として、大分県下下郡中津町阿座、新博多町に生まれる。父の家庭内暴力から、母の実家で暮らすことも多く、尋常小学校卒業後は、父から離れて、おじ、歴三の家に寄宿し、高等小学校に通う。 郷里の英雄である、福沢諭吉に憧れ、1899年の春に、福沢諭吉の所生を目指して上京したが病気中の、福沢との面会は叶わず、同郷の代議士、江島久明を宅に帰職した後中津に戻る。1900年、おじが創業した、中津宝石工場の門番となり、山陽鉄道大阪にあつ所の休止となり、大阪普通学校の夜学に通う。 1903年に上京し、同郷人である、麻吹英二の息子、浅吹恒吉を訪れ、さらに、磯村と与太郎を訪問して、磯村から堀った証拠高試着科の書生暴行を紹介され、親戚筋の後藤試着科の玄関版に採用される。給料を得て、旧制慶応義塾商業学校に、野学生として入学。一年先輩の安田昇一、高田武 石山健吉らと、こういう会期監視を発行する話が持ち上がり、三田商業会を発刊するため、三田商業研究会を発足させる。会長には、慶応義塾大学教授の桑原虎次、江戸江連造を迎え、1九0 5年十一月三日に、創刊。1二十九年の、実業の世界二十周年記念講演会時ののより、前列は、渋沢栄一と、 三宅節礼、三田商業会の名詞談話で、渋沢栄一や福沢桃介、慶応義塾塾長、鎌田栄吉、同教授堀江貴一、同教授、藤原惠宏の論説を掲載。雑誌、太陽の人物月刊を担当していた山地愛山が書いた、のより周一論で、すでに明治のジャーナリズムに認知される存在となっていく。印刷部数部で始まった雑誌は、 日露戦争後には三千部に達するまでとなった。1906年、田中正造等との対談を経て、武藤山地と行動を共にし、神戸へ下るが再度上京日本新聞社社長、伊藤金助と対面し、新聞、日本に入社、日本新聞社広告主任を経て、1907年、大日本実業論を創刊、同志を、 活動の日本に吸収させる形で、高文館に入社。ここで後に、実業の世界の社員となる、坂井敏彦、白柳修子、安成貞夫を知る。大日本実業評論の総刊号に、権利株製造屋の狩猟男爵、渋沢栄一を何図を書いて、渋沢栄一を批判したことが、きっかけとなり、矢野爪田の紹介で、服部金太郎と会談。 服部ととの会談がきっかけとなり、1908年に渋沢栄一と対談。この対談で、野寄に感銘を受けた渋沢の寄に、金銭的及び人脈的な恩恵を与え、さらには、野寄講演会の発起人となった。1909年2月14日には、渋沢は、実業の世界第一周年読者大会に野寄と同行。1908年から、 実業の世界にて、元老、伊藤博文や後藤新平、高橋小暦よ、二戸稲蔵らに行った突撃取材が好評を博し、さらに三宅節令が実業の世界の関東論説を担当した。後に、京成電気機動社長となる後藤国彦は、野より周一は織田信長の再来であると演説した。1909年に、 日本青年党の結成を宣言し、押川俊郎が筆頭委員に就任。活動の幅を広げていく。1910年より東京伝統会社に対する料金、値下げキャンペーンを開始し、社長、佐竹作太郎宛に出馬包丁を送りつけた問題で、菅も刑務所に入国。1911年に保釈。この時、平民病院にて、 大杉久志や荒畑乾村らと知り合う。1912年より、実業の世界にて、自由主義者、ニトベ博士の口顔、ワラフにて第一高等学校校長、ニトベ稲造を批判。さらに、明治政府の秘密資金援助を受けて飛躍的に、発展した、東京朝日新聞とニトベ稲造の関係を追求。また、ニトベの下半身問題も掲載した。 1913年に記事の影響を受けた細川家六が二戸部校長排斥演説を行ったことが起因となり、ついに二戸部は一校校長を辞任した。1914年に愛国生命保険協活書容疑で再逮捕。交流中の雑誌編集は、野よりの支援者である三宅節令、渋沢栄一、大木猿吉、遠山光、福沢桃介、三浦五郎。 おやいず五郎等が担当した。なお、この後のよりは、実業の世界創刊以来10年半を極中で過ごすこととなる。1915年に、三宅節令夫妻の晩酌で、武田信子と結婚。1916年に保釈中の不謹慎活動により、金庫4年の実刑が確定し、豊玉刑務所に入る。のより服役中の実業の世界社長には、 金子光吉がつき、田岡霊雲、法徳周水が協力した。1920年に出国し、星製役社長、星一の別荘にて西洋。獄中の4年間で、親蘭の弟子となったことを宣言し、浄土新宗に帰依する。1921年に、京都にて大日本新宗宣伝協会を創設し、支援者からの寄付により、仏教新宗会館を創設。 雑誌、新春の世界を創刊した。編集主任にカツオカクルワゼンを迎え、評議員に、島時代等、谷本富、高久す次郎、村上千城、藤岡勝次、時は大佐田、高島米宝、前田恵雲、梅原正隆。ついで東本願寺系の石川春梅、南城文雄、鈴木宝が加わった。ついで1926年に、 仏教思想を、創刊、編集顧問に、友松延退、加藤精神戦後は、世界仏教として復刊された。1923年には、仏教童話雑誌、ルンビニを発刊。衆議院議員時代の脳より1924年に、立憲声優会に入党、第15回衆議院議員総選挙に出馬するも、元田はじめに敗れ落選。この頃、 アリタドラッグへの球団キャンペーンを開始。1926年に鈴木喜三郎内相の特攻警察による立憲民政党と共産党への弾圧を支持し、実業の世界にソビエト亡命中の片山線から届く通信文を載せ、国族大阪及び東京朝日新聞に要聴論を皮切りに朝日新聞社批判キャンペーンを本格化させる。 実業の世界1928年6月号では、長谷川国を退社に追い込むなど手腕を発揮。さらに、朝日新聞の新聞各判断と、河井徳三郎が設立した、暴力団との関係を暴いた。1929年に、週一から本名、週一に変更。翌年、選挙違反のために指名手配され、潜伏先の有馬温泉で逮捕。しかし、 選挙違反事件が、大分県で、野よりの聖望を書いて高め、小野県より、大分日日新聞の経営権を譲渡され、社長に就任。第18回衆議院議員総選挙にて、大分一区より初当選。同年、帝都日日新聞を創刊。三宅節礼が写品として、大一面のコラムを執筆。編集局長に、大友厚志、門谷博史、文化部長に、 草の新兵を迎えた。主だった編集部員は、坂本徳松、小堀人事小森武志、樋口美春山崎和義、大沢圭一郎、島崎洋介など。三角美は、国賊朝日新聞キャンペーン屋の清吉に対する批判を積極的に展開した。1934年国水大衆党員による野より拉致事件が発生。この頃、 この絵踏み丸に接近し、たびたびインタビューを行う。1939年に日本軍が天津イギリス疎開を封鎖すると野よりは自社ビル屋上に打倒英国の大看板を掲げ、当は再建座段階を組織。メンバーは鈴木子さん、丹里都市新、吉田誠二、堀切全米、長井龍太郎。その後、このよりはデート日日新聞において、 米本土空襲論、打倒英米論を唱え続ける。1940年に、東京毎日新聞の発行、営業権を5万円で買収した。1947年に、公職追放レジー校が当者に指名される。三角美では他に、坂本徳松と、宇野正森が指名された。追放解除後の1955年の第27回衆議院議員総選挙で、 日本民主党公認で当選し、日本民主党総務に就任。1958年の第28回衆議院議員総選挙で落選。同年、帝都日日新聞を復刊した。晩年は仏教活動や紀元節復活運動等を展開。帝都日日新聞を小玉義雄に譲り、1968年新不全の試し去。ありがとうございます。